エドワード長慶王は、ウェセックス及び、イングランドの王。アングロサクソン人の王として、父のアルフレッド大王の意志を引き継ぎデエンジンと戦った。920年には、現在のイングランドのうちのサンブリアを除く、全地域から王として認められ、後に、アゼルスタンが、名実ともに、イングランド王国を打ち立てる礎を築いた。アルフレッド大王とマーシア貴族をファの娘。 エアルフスイスの子。899年、不王の死後エセックス王位を継承したが、王位継承後、父方の叔父で、先々代の王エセルレット一世の息子、エセルウルトが対抗し王位を主張した。エセルウルトは一旦逃亡した後901年に、艦隊を率いて、エセックスへと来襲した上、東アングリアのデエンジンを先導して、反乱を起こさせた。エドワードは軍隊を率いて、 陸路を遠征し、エセルールとおよび東アングリアのデーエンジンの王、エオホリックを廃止させた。北方のデーエンジンはその後も長くエドワードの脅威となった。しかしエドワードは前線し、デーエンジンを圧迫しつつ、マーシアイセックス、東アングリアを略取して、イングランドに勢力を振るった。エドワードは、一旦、ノーサンブリアおよびエセックスのデエンジンと和を結んだが年に、 タッテンホールの戦いでノーサンブリア・デーエンジンを壊滅させた。以後ハンバーガーを超えてデ、デーエンジンが来襲することはなくなった。また、ハートフォードをはじめとする海岸沿いに砦を置き、デーエンジンが内陸深く入り込むのを阻止した。918年姉のエセルフリーダが死去すると、マーシアに移り後死ぬまで同地で統治した。エセルフリーダは自分の娘を相続人に指名したが、 エドワードはこれを無視して、マーシアを直接支配下に置いた。これによって、マーシアの独立状態は終焉した。エドワードは、ロンドンとオックスフォードなどを結ぶ街道を整備した。918年末から920年末にかけて、北方からデーエン人が来襲し、いくつかの戦いが行われた。この時、ウェールズ人、スコット人、デーエン人などから、父にして、君主と呼ばれた。 エドワードは西ウェセックスのカトリック教会を再編し、909年にラムズベリーソニング、ウェルズ、クレディトンの司教区を設けた。しかしエドワードは特に信仰深い人間というわけではなく、教皇からはもっと宗教的な責任を果たすよう求められてさえいた。エドワードは924年、判断の鎮圧に向かう中ファルンドンで没した。エドワードの添え名。 長慶王は10世紀の後半には用いられ始めた。これは、後の王エドワード淳教王との区別のためである。エドワードは3回結婚し、14人の子が知られている。非着室の子が他にもいる可能性は十分にある。エドワードは893年頃、最初の妻エクグインと結婚し、一男一女を得た。エクグインについては、名前以外のことは知られていない。 彼女についての最初の記録は、ノルマン征服の後初めて現れるほどである。後世の歴史家には、彼女が貴族であったと主張するものと、羊飼いの娘であったと主張するものがある。エドワードが899年に王となると、エドワードはエクグインを離別し、ウィルトシャーのエアルドルマンエセルヘルムの娘エルフフェードと結婚した。この結婚から、息子二人娘六人が生まれた。 エドワードは919年頃、ケントのエアルドルマンシュゲヘルムの娘エドギフと三度目の結婚をし、この結婚からは息子二人娘二人が生まれた。エドギフは長命で、夫と二人の息子の没後、孫にあたるエドガーの小生まで存命であった。息子たちは、エルフウエルド、アゼルスカン、エドマンド、エドレドの順で王位を継いだ。ダイアグラム。 ベースドオンザインフォメーションファウンドオイングリッシュ、wikipedia-http コロンスラッシュスラッシュ www.englishmonarchs.co.uk スラッシュサクソン 7htm ありがとうございます。